平井誠史、平井誠史、平井正、ふみ、1975年4月21日隊は、日本の元プロ野球選手、投手、愛媛県宇和島市出身。現在は、オリックスバファローズ一軍投手コーチを務める。宇和島東高校時代はの甲子園に、春夏連続出場を果たす。その後、ドラフト会議で、オリックスブルーウェーブから一指名を受け入団。 9月10日の対近鉄バファローズ戦、同点で迎えた9回裏虫満塁の場面でプロ初、登板し、一死は取ったものの次の打者にサヨナラ犠牲フライを打たれるデビュー結果となった。その後は、初勝利を挙げるなど8試合登板、1勝3敗の成績で終わった。当時の投手コーチだった山田久志は先発での育成を考えたが、大木明監督の意向で、 リリーフとして起用されることとなった。開幕から抑えとして活躍し、オールスターゲーム出場。この年は15勝5敗27セーブを挙げて、最優秀救援投手と最高勝率のタイトルを獲得し、新人王に選出された。リーグ優勝を決めた9月19日のセーブライオンズ戦では、最後の打者、吉武春樹を一塁ごろに抑え上げ投手になっている。 日本シリーズにも登板したが、第2戦では勝ち越し、ホームラン、第3戦では、さよならホームランを打たれに連敗し、シーズンのような活躍を見せることはできず、その後の登板機会はなく、チームも日本一を逃した。前年の登板方から球が走らず苦しい投球が、続き、抑えの座を鈴木大に明け渡す。終盤復調シリーグ連覇に貢献。日本シリーズでも、 第一戦で前年記録できなかったセーブを記録。日本シリーズ制覇に貢献した。同年オフに山田コーチは先発起用を懇願し、チームを退団する。山田前コーチの希望通り、先発投手に転向。開幕から先発ローテーションに入り、第三戦目に登板したがスタミナ不足で、長いイニングが投げられず5月半ばにに、軍落ち終盤に復帰したが、わずか2勝終わる。 中盤からセットアッパーとしてチームに貢献。終盤には先発ローテーションにも入り復調した。以降怪我や不調で4年間は勝ち星を上げることができなかった。オフに山崎武史との交換トレードで山田が監督を務めていた中日ドラゴンズに移籍。背番号は36。開幕3連戦の3戦目の3月30日の。 読売ジャイアンツ戦で遺跡後初勝利を挙げた。この勝利は、オリックス時代の1998年以来5年ぶりの勝利となった。この試合は、序盤で、中日が8から1と7点リードしていたが先発の野口茂樹が5回持たずに降板したことで、巨人に追い上げられ、最終的に10から9と辛くも逃げ切っての勝利だった。この勝利でチームは開幕カードを勝敗で、 勝ち越した。平井は、序盤はリリーフで結果を残し、5月終盤から、チーム事情もあり、先発ローテーション入る。チームが不審にあえぎ、先発投手陣では、エースの川上健進、前年初の2桁勝利を挙げた、朝倉健太らが故障で離脱するなど苦しい事情の中、勝ち星を重ね、初の規定投球回到達を達成して12勝を挙げ、カムバック賞を受賞した。 防御率3.06はリーグ2位の数字だった。は、序盤は先発、中盤は中継ぎ、岩瀬がアテネオリンピックで抜けた夏は抑えを務め、チームを支え、リーグ優勝に貢献した。中日移籍後初の埼玉西部ライオンズとの日本シリーズでは、第2戦、第4戦、第7戦に登板した。第2戦は1回を投げ、無失点だったが、 第四戦は勝ち試合ではあったが、中島博之にソロ本塁打を打たれ、第七戦では、ホセ・フェルナンデスに敵地打、平尾博次にソロ本塁打を打たれるなどに失点するなどやや苦しんだ。からは、中継ぎ人となった。この年は、阪神タイガースと終盤優勝を争いをしていた。九月七日の阪神戦では、敗戦投手となったが、この試合は、 優勝争いをする意味で非常に大きな試合取った。9回に、阪神が得点した際、二人目のランナー中村豊が、微妙な判定で、アウトとなり、岡田明信監督が抗議したが、覆らなかった。そしてその裏の中日の攻撃で、ランナーが生還した際は、アウトのタイミングになったが、今度は、政府の判定で再び、岡田監督が猛抗議し、今度は、 阪神の野手陣を引き上げさせた。没収試合寸前だったが、岡田監督は、球団社長の説得を受け入れる形で試合は再開された。チームはその後追いつき、延長戦に突入した。自身は、延長10回途中から登板し、イニングをまたぎ11回も登板したが、9回にアウトになった中村に勝ち越し、ホームランを打たれ、これが決勝点となった。 この試合を境に阪神は勢いづいて2年ぶりのリーグ制覇を果たし、中日は一度は追い上げを見せるも阪神に及ばず、リーグ連覇を逃した。最終的に防御率3.83と安定感に、欠けたが55試合に登板した。は、安定感を取り戻し、自己最多の57試合に登板。2年ぶりのリーグ優勝に貢献した。 北海道日本ハムファイターズとの日本シリーズでは、第2戦と第5戦に登板し、いずれも無失点に抑えた。同年オフに、背番号を33に変更。は、先発に再転向する予定だったが故障のため開幕、2軍スタートとなった。結局は、中継ぎのままとなったが5月に1軍昇格すると、そのまま中継ぎに定着し、安定感のある投球を見せ、 45試合に、登板した。日本シリーズでは、前年同様日本ハムとの対戦となったが、第3戦と第4戦の2試合に登板し、無失点に抑えた。そしてチームの日本一に貢献した。は、打ち込まれることもあり、二軍落ちを味わうなど37試合の登板に止まり、9ホールドしか上げられなかった。は、前年同様不振でこの年 NPB に復帰した。 川原純一が積極起用されたことや先発で不審だった浅尾拓也が中継ぎに回ったこともあり、25試合の投板に終わった。は46試合に投板して防御率に天台の成績を残し、4年ぶりのリーグ優勝に貢献した。しかし、千葉ロッテマリーンズと対戦した日本シリーズでは第一戦に投板したものの井口忠人に、 ソロ本塁打を打たるなど2回に失点と不調でこれ以降の登板はなく日本一を逃した。は、安定感をかき33試合の登板に終わった。福岡ソフトバンクホークスとの日本シリーズでは第2戦で9回の1イニングを抑えると延長10回に味方が勝ち越しそのまま勝利したことで自信初の日本シリーズ初勝利を挙げた。日本シリーズは この一試合だけの登板だけで二年連続でチームは日本一を逃している。は、浅尾の不調もあったが先発から中継ぎ、おさいとフルに活躍した山井大輔の存在もありわずか二試合の登板に終わり、10月二日に球団から戦力外通告を受けた。本人は覚悟はしていたと話し、現役続行を希望。同年11月9日に行われた12球団。 合同トライアウト、日本製紙、クリネックススタジアム宮城に参加したところ、フルスブルーウェーブの後ろ身であるオリックスバッファローズから誘われ、同球団の周期キャンプで入団テストを受験。18日に、松本美幸大と共に合格が発表され、12月1日に11年ぶりのフルス復帰が発表された。は、若手の佐藤達也などが対等したこともあり、21試合にしか、 当番できなかったが、限られた当番の中で自分の役割を果たし安定した投球を見せた。は、チームは優勝争いするも若手の台頭により1試合の当番に終わり10月8日に同年限りでの現役引退を発表。同時によりオリックスの2軍投手コーチに就任することが発表された。2015年はオリックスの2軍投手コーチ からオリックスの一軍投資コーチを務める。上島東高時代に甲子園を沸かせ、1993年にドラフト1位でオリックス入団。最速時速157キロメートルを記録した若き、ゴ腕ワンは、その翌年からストッパーに抜擢された。常時、時速150キロメートルを出すストレートに落差のある、フォーク。当時、平井のボールは、浮き上がる。 うなると打者に恐れられた。神戸を未曾有の大震災が襲い、頑張ろう。神戸とユニフォームの肩に縫い付けて戦った。この1995年のシーズンに入団2年目の平井は、15勝27セーブの大活躍で、オリックスのリーグ優勝、日本一へ貢献。新人王並びに最優秀救援賞を獲得した。プロ初登板で、サヨナラ負けを喫したことで、 試合後に本人は落ち込んでいたが当時監督だった大木明に監督室に呼ばれるとこれで北新地に行ってこいと賞金をもらっている負け試合で監督賞をもらったのは後にも先にもこれが初めてで後にあれがあったからここまで来られたと大木への感謝の気持ちを口にしている楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください